V チャンネル茨城サテライトスタジオ505。皆さんこんにちは。3月18日木曜日、土浦カルチャンネルのお時間がやってまいりました。今週は私立博物館の柴崎と木塚がお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速本日のテーマに進みたいと思います。本日のテーマは今回98回目となります。土浦カルチャンネルのテーマは実はこんなに楽しい博物館です。博物館に来たことがある方も博物館を知らない方も今日この放送を見たら博物館に興味を持っていただけるのではないかなと思います。なんだかいつもと随分雰囲気が違いますね。そうですね。今日は皆さんに親しみを持ってもらおうと思ってこんな感じで行こうと思いますのでよろしくお願いします。その前にですね、まず博物館のことを知ってもらわないといけないと思いますので簡単に博物館について紹介したいと思います。木塚さん、博物館について紹介していただけますか？はい。博物館は昭和63年の7月に開館いたしまして現在33年目になります。場所は土浦駅の西口からまっすぐ1キロほど歩いて15分ほどかかります。非常公園のすぐ隣、目印としては土浦警察署などがある交差点の近くです。入館料は一般の方が105円、安いですね。小中高生が50円となります。毎週土曜日はなんと小中高生が入館無料となります。休館日は基本月曜日ですが臨時に休館することもありますのでホームページ等でご確認の上、おいでください。駐車場も2つ博物館の脇にありまして、ご見学の方、騎乗公園を利用される方には駐車券を渡していますので博物館の方にお越しいただくと、駐車券をお渡しいたします。はい、ありがとうございます。駅から歩いて15分というと結構アクセスのいい場所にありますよね。はい、はい。気軽に来られますし、これからご紹介しますけど騎乗公園も近いので歩いてくるのにもちょうどいい距離かなと思います。では次のスライドお願いします。なんか今チャットが入って、はい、木塚先生、古文書講座で母がお世話になりました。理香さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お母さんお世話になりましたまたやりますんでよろしくお願いしますはい、次なんですけど、とは言っても博物館ってなんか行きにくいよなとか敷居が高いと思ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。また新型コロナウイルスの収束まではあまり外に出かけたくないなという方や何を展示しているかわからないので入館料を払ってまで博物館にはなんていう方も、この画面に出てる機器のようにいらっしゃるんじゃないですかね。はい、確かに博物館は気軽に遊びに行くというのにはちょっと違う気がしますね。新型コロナウイルスによって外出を自粛して博物館に来るのを躊躇していらっしゃる方もあるかと思います。でも博物館の学芸員としてはぜひ博物館に足を運んでいただいて生の現物の資料を見てほしいという気持ちがあります。そうですよね。そんな方にも楽しんでいただけるよう博物館ではこんな取り組みが始まったんですよね。次のスライドお願いします。そうです。おうちもミュージアム、なんかどっかで聞いたことがあるようなネーミングなんですけれども、こう題しまして動画で展示解説を、放送しております。実は2020年4月の土浦城の特別展の時に緊急事態宣言が発令されまして、土浦城については YouTube で見ていただくということにいたしまして、その後この季節展示も YouTube で公開しようということになりました。いつでもどこでも好きな時に博物館がお家で楽しめる、繰り返しこの YouTube を見ることができるのでぜひご覧いただければ嬉しいです。私も登場しています。はい、
ありがとうございます。家にいても展示解説が聞けるっていうのは好評ですよね。動画を見て実際に見たいっていう人はぜひ博物館に足を運んでいただけたら嬉しいです。自宅から出なくても博物館に行った気分になれるっていうのは嬉しいんですが、まあ、やっぱり博物館にも足を運んでいただきたいなと思うので、博物館でしかできない体験を紹介していきます。はい、今リカさんから援護射撃がまた来まして、はい、土浦博物館はとても見やすくていい場所にあります。何回も行きたいです。援護射撃していただきました。ありがとうございます。すいません。じゃあ次の話題に進みますね。次のスライドをお願いします。あ、五条院ですね。はい、そうです。なんか驚いたふりしちゃった。最近は御朱印集めとかスタンプラリーとかが流行っていますよね。はい、そうなんです。土浦城は俗日本百名城っていうのにも選ばれてまして、城好きの方にも人気のお城になりました。ちょうど1年ほど前に、特別展土浦城をやった時にこの御城印の販売を始めました。俗日本百名城のスタンプと合わせて楽しんで行かれる方が最近は多くなりました。これ1枚300円で販売しておりまして、手頃な値段も人気の理由かもしれませんね。なるほど。でもこれ郵送ではダメなんですよね。そうなんです。土浦城に来ていただいた記念として、販売させていただいておりますので、誠に申し訳ないんですが、郵送での販売はお断りをさせていただいております。また、1人2枚までっていう風に販売枚数も制限させていただいておりますので、売り切れることがないように十分な数用意してますので、ぜひ直接お買い求めいただければなと思っております。ところで木塚さん、土浦城の後は騎乗公園になってますよね。はい、これからの季節は暖かくなってきて、まあ、ちょうど桜なども咲いて散歩などにも気持ちよさそうですよね。はい、次のスライドをお願いします。実は騎乗公園の桜、これ見えないと思いますけど、今日咲き始めました。さっきね、写してきたんです、スマホの写真で。すごい。こっちですかね。はい、すいません。騎乗公園は桜の名所であります。今私たちの後ろの写真を見ていただいても分かる通り、満開の時期にはとっても綺麗なんですね。残念ながら今年の桜祭りは中止になりましたが、騎乗公園は昼はもちろん早朝、それから夕方や夜も入ることができます。ぜひ、この時期の騎乗公園の桜を見ていただきたいと思います。また騎乗公園の中には博物館の付属展示館である東櫓があります。実は騎乗公園の中で一番高い建物が東櫓なんですけれど、この2階に登って騎乗公園の桜を見渡すのも一興だと思いますので、これも体験してみていただけると嬉しいです。はい、そうですね。春といえばお花見なんですけれども、まあ、今年はコロナウイルスの影響もあって、まあ、お花見で宴会っていうところはできないかもしれないんですけども、僕もちょっと職場の隣なんで今から桜が満開になるのが楽しみになってきました。日本人は桜が好きですからね。でもせっかくなので騎乗公園がお城だったということも思い出しながら桜を見ていただけますと、歴史的な背景も分かってよろしいんじゃないかと思います。これを持ってお散歩に出かけるのもいいと思います。これは江戸時代の土浦城の様子を、の絵図なんですね。この絵図を広げて、実はちょっとここで広げないのは、広げるのにはかなり大きくなってしまうので広げないんですけれど、騎乗公園でこの地図を広げて、今自分がいるところがお城のどこなのかなと思いながら見る桜というのは味わいが深いと思います。そうですね、確かにこれは博物館が近いからこそ、まあ、騎乗公園でお花見も楽しめるっていう楽しみ方ですね。あ、今チャットが入りました。はい、これお名前言ってもいいですか。池葉さん、
はい、非常公園と新川と桜川の桜が綺麗ですと、そうですね、教えていただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。土浦市内さまざまな桜が、見どころに向かいますね。はい、で柴崎さん、はい、花見をして博物館を見たらちょっとお腹が空きました。そうですね、はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、実は博物館の周りにはカフェや喫茶店など軽食が取れるお店があるんですよ。もともとお城が建っていたこともあって、この辺りというのは町の中心になります。そのためたくさんのお店があるんです。知りませんでした。このアトカフェマップっていうのがそうなんですかね。はい、これはNPO 法人まちづくり活性化土浦さんが市内の喫茶店などに声をかけて始めたサービスで、あとカフェ、博物館や考古資料館の後にカフェに行きましょうのあとカフェというものです。博物館などを見学した後ちょっとお茶していきませんかというのがコンセプトなんですね。今申し上げた博物館、考古資料館、それから駅前の市民ギャラリーの見学の際にもらえる入館券や入館証明などを見せると、ちょっとしたサービスがね、喫茶店で受けられるんですよ。とってもお得です。現在は市内16カ所、土浦市に16カ所も喫茶店があったんだよ。素晴らしいですよね、うん、はい、のお店でサービスを受けることができます。すごいですね。博物館に行くだけじゃなくって、その周りでこんなに楽しめるサービスがあるっていうのは驚きですね。これは博物館に行くよりカフェ巡りに夢中になっちゃうんじゃないですかね。いや、カフェ足す博物館、カフェ足す博物館、ね、私も周りの店舗に行ってみたんですけれど、個性的なカフェ、喫茶店がたくさんあります。ですからぜひあとカフェ、博物館の後にカフェに行っていただく、ぜひ経験していただければと思います。はい、そうですね、これも新しい博物館の楽しみ方、まあ実はこんなに楽しい博物館って今日のテーマに一番合ってるかなって思いました。そうですね、はい、僕も今度行ってみたいと思います。よろしくお願いします、はい。最後にですね、あさって3月20日から始まる展覧会のお知らせをしたいと思います。次のスライドお願いします。土浦市立博物館では、あさって3月20日土曜日より第42回特別展、東乗寺と山の書、古代からのタイムカプセル未来へを開催いたします。会期は5月5日水曜日までとなっております。今回の展示の見どころについて木塚さんからご紹介をお願いします。はい、今回の展示の目玉は東京国立博物館から里帰りする東乗寺経塚からの出土品がメインです。今画面の中央に映っている筒のようなもの、これが経筒なんですね。中にお経を納めて土に埋められました。博物館ではこれをタイムカプセルに見立てて、土浦市東乗寺地区に伝わるやぶさめ祭りや文化財の数々を紹介いたします。土浦を知っていただく、深い土浦の歴史を知っていただく機会にしたいと考えております。はい、ありがとうございます。ここでまたコメントが、はい、いやー、リカさんからですね、はい、ありがとうございます。アトカフェ素敵なサービスですね、はい、見学後すぐに家に帰らないで、ちょっとなまっちゃってすいません、帰らないで、余韻を味わうのにいいですね。本当にいいんですよ、本当にね、勉強した後のコーヒーっていうのはね、すごくいいと思いますので、リカさん、はい、喫茶店で会いましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、では展示の話に戻ります。はい、まあ、こういった形で、まあ、東京から里帰りするってことで展示が始まるのがとても楽しみに、我々も頑張って準備しておりますので、よろしくお願いします。
この他ですね、まあ、ちょっと今キャンセル待ちとなってしまってるんですが、学芸員によるリレー講座や、記念講演会、館長特別講座なども予定されておりますので、まあ、ただ新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにすべて事前予約制となっております。なので申し込みの方は、館長特別講座と記念講演会が4月6日から、お申し込みいただけますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。またですね、コロナウイルスの感染拡大の状況により内容やいろいろな、まあ、ものが、変更となる場合がありますので、最新の情報は必ずホームページをご確認いただくか、直接博物館へお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。なおですね、ご来館の際はマスクの着用だったりとか、手指の消毒の方にご協力をいただきまして、体調不良の自覚症状などがある場合には、入館ご遠慮いただくなど、感染拡大防止にご協力をお願いいたします。今週はここまでとなります。来週の土浦カルチャンネルは、上高津貝塚の回になります。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。